白らぬ市町は、熊本県宇都郡にあった町。2005年1月15日、宇都郡、三隅町及び、下町郡松橋町、小川町、豊野町と合併し、宇岐市となったため自治体としては消滅した。白らぬ市町のあった地区は、宇岐市白らぬ市町となっている。なお、本来の白らぬいの読みは、白らぬい。地名は、慶光天皇の訪問時に由来する。とは、 熊本県と鹿児島県にまたがる八代白海で見ることができる現象のこと。これを見た、慶光天皇が地元の者たちに尋ねたところ誰もあれが何か説明できず、知らぬ日から派生し、知らぬ日と呼ばれるようになった。また現在では、科学的にこの現象は説明できる。沖合に、親火と呼ばれる日が出現、その後、数を増やし、多数の日が横に並び出す。これは、 新気楼の一種で、大気光学現象というもの。遠浅の海が続く八大海では、日型の砂と流れ込む水路の温度差が大きい。その温度差のある空気がレンズとなり、漁船の光が多数に見える原子が生まれる。旧暦8月1日前後の風の弱い新月の夜に発生しやすい。必ず見ることができる現象ではなく、見ることができると運が良いとされている。 旧暦の8月1日は海の火祭りが開催される。主な基幹産業は農業である。特に柑橘類と旗箱の栽培が盛ん。熊本県の中部、宇都半島の先端に位置し、八代海に面する。かつては国道3号が通過していたが、松橋バイパスの開通により通過自治体から外れた。ありがとうございます。